昨日午後6時半ごろ豊橋市草間町の畑で枯れ草が燃えているのを近くに住む男性が見つけ119番通報しました火はおよそ10分後に消し止められましたが枯れ草およそ1平方メートルが燃えました警察によりますと付近では不審火が相次いでおりおとといにはおよそ 1km 離れた空き家の敷地内で枯れ草が燃える不審火が発生また 今月1日にはさらにそこからおよそ8 0 0ル離れた畑でも枯れ草が燃えるなど昨日までに合わせて4件の不審火が発生していますいずれも火の気がないことなどから警察では連続放火の可能性もあるとみて調べています